アルテッツァです。ナイス、懐かしい。収まりがいい、収まりがいい、安心する。いや、この時代は流行りだったよ、セピア色になってる。懐かしさが蘇ってきました。そうなんだよ。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 なんだこれは。これはですね、ヴィンテージクラブバイキートさんから借りてきました。アルテッツァです。ギリギリセーフ。なんで貯めるんだよ。びっくりしたな。こう車の名前がヴィンテージクラブバイキートなのかと思っちゃったから借りてきました。で、なんだ、はい、これアルテッツァ。ほう、アルテッツァ、そうですね。出るか分かんないです。初めて聞きました。あのね、これが出た時は86の4ドアみたいな売り込みだったんだよ、イメージ的に。そうそうそう、86の4ドアみたいな ね懐かしいです。僕がね、自動車メディアで働き始めた頃ですね。これね、デビューはね1998年なんですけど、当時はですね、トヨタが BMW3 シリーズ作ってる、うん、っていう風にね、あの自動車雑誌は盛り上げました、うん、で、まあ BMW3 シリーズ、コンパクトなセダンで、うん、FR で、で走りを結構重視してると、うん、当時のトヨタはまだあんまりそういうイメージなかったのね、走り重視。ああ、そうだね。うん。で、それのその3つが揃って BMW3 シリーズトヨタが作ってると、うん、っていう話、まあ、盛り上げ方をしたのがこの車なんですよね。で、まあコンパクト FR セダンなわけですよ。でもあんまり売れなかったよ。あ、結果的に。そうなんですね。ちょっとね、どのぐらい売れたかわかんないですけど、まあ、でもそこそこは走ってましたよ。いや、そこそこはね。そこそこは走ってました。だけどみんな飽きちゃうんだよね。はい、そうなんですか。そう、土屋さんって当時乗ってますよね。どんな印象だったんですか。いや、俺ベスモでも乗ったし、うん、S 体でも乗ってたよ。あ、S 体乗ってたんですか、この車両で。そう、オリドと。はいはいはい。だから車自体は面白いんだよ、うんうん、本当に86の4ドアだと思えば、うん、ああ、はい、そうかみたいな、うんうん、ただね、2から3が離れてんだよ。それね、ギア比問題ね。そう、ギア比問題抱えてました、この車。そうなん、そうなんです。クロスミッションだとか言ってたくせに、2速から3に入れるとブーンなんだこれみたいな。だからね、マイナーチェンジでギア比変えてるんですよ、ね、うん、多分それ初期の方、そうそうそう、電気型ですよね、うん、そう、後期型はね、そこ対策しましたんで、うん、そう。でもガラスのミッションだよ、まあ、ガラスのミッション。あ、ね、このミッションね、あれなんですよ、あの元を正せばね、NB ロードスターと同じギアボックスなんですよ、ね、はいはいはい。でギアボックス自体は同じで、それでそれが S1 号シリーズに使われてたし、うん、あ、順番的にはどっち、こっちの方が早いかな、うん、こっちの方が早いか。でそれを NB ロードスターと同じミッション、うん、まあ設計は違いますけど、うん、基本が一緒なやつをこれに使って、その後 S1 号シルビアもこのミッション使ってるんですよね、うん、車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。車選びで出てくる、これ。あ、玉が出ますよ。出る？あ、出るんですね。出ます。あ、そう。出ます。昨日探したら24台ありました。おお。ただそれは、で、この車全体の話です。はい、今日の車は4気筒なんですけど、うん、これ4気筒と6気筒があるんですよ。うん、ターボはないんですけど、はいはい、電球機で2リッター。4気筒と6気筒があって、ね、どのぐらいだっけな、半分半分ぐらいですかね。うん、あのパーセンテージは。はいはい、ただ4気筒の方が高いです。なんで？やっぱ走りに人気があるんじゃないですか。そう、6発の方がパワーあるじゃん。え、いや違う、 4発のパワーがあるんですよ。嘘。そう、3S マジで。はい、そうです。そうなんです。そう、そう。へえ。で、あと軽いじゃないですか、やっぱフロントがね。いや、軽い軽い軽い、それは軽い。そう、 3S 久々だな 3S、 あの縦置きの 3S は珍しいですよ。24年前、うん、おお。3S、 いや、ビームス懐かしいな。うん、懐かしい懐かしい。はい、3S 懐かしいわ。3S 丸出しで可愛い。だからこう6気筒積むことを考えてるから、うん、4気筒だと、まあ、後ろの方に割と来てますね、うん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 、そうだね、はい、そうか、これの6発があったんだ。6発があったんですよ。6発が AS200 って言って、うん、4発は RS200 ですね。合ってるかな。だからこの 3S で S 体やってたよ、うん、でこの 3S のエンジンって、はい、あのスーパー GT の前は全日本 GT 選手権ですよ、うんうん、そのスープラに積んでる。そうですね、スープラ 3S ターボですね。そう、だからレギュレーションでね、そう決まってる、うん、そう、懐かしいわ、うん、え、じゃあ相場いくらぐらいなのか。相場はそれでですね、下が40万ぐらい総額で、お、上がなんと
300万ぐらい。え、全然違う。全然違う。嘘でしょ。何がそんなに。ね、300万は程度がいいやつですね。あ、うん、300万で当時の新車だよ。実際はね、大体どのぐらいだろう。100万円以下が半分ぐらい、うん、で100万円以上、200万円未満が半分ぐらい、うん、でそれより高いのはごく少数って感じですかね、うん、で RS200 はだいたい100万以上、うん、RS204 気筒ですね、うん、4発ね、はい、運動性能いいもんね。運動性能いいね、うん、あ、そう、はい、で今日の車は出てくるんだ。まあ、その前に北米で IS、 初代レクサス IS でした。だからアルテッチャとして開発されたというよりは、うん、レクサス IS の初代モデルとして開発して日本ではアルテッツァとして売られたっていう感じですね、うん、なるほどね。で今日の車は、はい、純正エアロがついてますね。フルエアロ、うん、そうだよね、グリルも違うし、うん、フロントサイド、それからリアバンパーとリアにあのウィングがついてますね、うんうん、はい、そんな感じです、ね、そうだね。まあちっちゃいですね。全長 4.4m で、コンパクトですね。コンパクトでいいんだよ。コンパクトですね。そう、うん、いや本当にコンパクトでいいの。収まりがいい。収まりがいいね、うん、なんかこの間の車でかかったから。そうですね、うん、そう、いやこれはいいよ、この大きさは、うん、すごい。この大きさだと運転しやすいんだよ。足すっぽり入るわ、ほら。だから 狭く感じない、うん、まあ、あの大人4人が快適に移動できるぐらいの室内の広さは、うん、安心する。つま先入る。だからその辺のコンセプトなら BMW の3シリーズと一緒なんですよね、うん、と思う。そうだね、うんうん、その通り。なんか自分が幼稚園生ぐらいの時の車ってこんな感じだったみたいな感覚。あ、なるほどね、うんうん、すごい思い出す、このシンプルな感じが。センターアームレストも一応ついてるのかな。ありますね。あるね、あるね、うん、当時はまだドリンクボールが後ろないですね。ここにあるんだよ。さすが、ここにあるんだよ。灰皿、灰皿、当時は灰皿、当時は早かったですね。昔飛行機とかも、ね、昔飛行機あったんだ、ね、新幹線とか。おお、名残。これ斬新でいいよ、俺好き、うん、すごい。まあ頭上は結構余裕ありますね。あるよですね。頭上も足元もまあ足は全然いいよ、足、うん、足入るもつま先、うん、楽ちん。だからちっちゃいんだけど狭く感じない。そうですね、全く、うん、問題なし、うん、問題なし、問題なし、問題なし。で前座ってみよう、はい、行きましょう、うん。あ、メーター懐かしいよ、これ。これ懐かしいですね。クロノグラフ風スタイルで、これ後期型の4気筒の MT 車だけかな。あの、うん、真ん中がタコメーターになってますね、うん、後期一部の仕様はね、うん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 、あ、懐かしい懐かしい、このメーター。時計みたい、うん、そう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 、面白いです。だから時計をデザインしたって感じ。あ、そのまんま、うんうん、うん、わー。この辺もさ、センターコンソールなんかシンプルで使いやすいよね。いい、なかなかいいぞ、ドリンクホルダー。で位置どうですか。こうあって降りたところにシフトレバー、サイドブレーキ、めっちゃいいじゃん。最高ですね。なるほどね。そう、いいじゃん。ちょっと使いやすいじゃん、うん、やっぱね、こういうカチカチはね使いやすいんだよ。いいですよね。そう、アジアルレカラ、うん、ここがもうね、この車はねトレーになっててるんですけど、一、オプションでね、確かナビが、カーナビがあって、こう蓋が開くようにこう画面が立つ、うん、か、動く画面がついてた気がしますね、うんうんうん、当時はね、なんかカーナビ隠す人も多かったって。そうだね、使う時以外は。そうそうそう、うん、ウィーンってこう出てくる、出てくる。そうそう、こうね、蓋がそう、こういう感じパカッと開くような。そうなんですね。そう、そういうのがね、このオプションであった気がします。へー。いや、この時代はさ、流行りだったよ、うん、あ、そうなんだ。ウィーンって出てくるのが、わー、うん、みんなじゃあそうしてたんですね。そうそうそう、そういうのボルボなんかもね、下がウィーンって出てくるやつがあったりとかね。もういいじゃん、はい、ペダルもなんかスポーツカーっぽくて、あ、なんかこのたくさん踏まれてきた感じがすごい好きたくさん踏まれてきたね。たくさん走ってきたんだな、うん、全くだ。いいじゃん、ちょっと。エアコンのね、そう。だけどさ、車選びで25台も出てくるんだ、うん、ですね。そうですね、やっぱりうん、コンパクトな FR のマニュアルの車を探してる人は、うん、いるいるんですね、うん、でね、ちょっと値段が上がってきた気がしますね、前よりはね。またちょっと再ブームみたいな。そうそうそう、だいたいさ、
マニュアルが少ないもん。まあまあそうなんですね。FR マニュアルが少ないからやっぱ値段上がってくるんだよ、うん、そうですよね。みんなマニュアルで探してたどり着いて、うん、だからマーク2とか小さいなんかそうじゃん。そうそうそうですね。ね、玉数がどんどん少なくなってきてさ、どんどん上がってるじゃん。もう世の中の車両の数は減るだけ一方ですからね、うんうん、増えないですからね。そう、へえ、いや久しぶりだな、なんか落ち着くな、なんかやっぱ懐かしいなって感じしますね。いや懐かしいよ、だって本当にオリゾと一緒に S 帯走ってたもん、これですごいアドバンカラーで、うん、トランク見ましょう、トランク、トランクね、トランク、あと、ね、すごいホイールもなんかヴィンテージこれねホイールね、そういえばホイール、うん、超初期のやつじゃない気がするな。この車自体が98年から作ってるんですけど、これ年式は1999年式ですね、これね。でもっとね、最初のやつはね、リムがもうちょっと出てるんですよ。あ、へー、もう一段ここって出てて、ただね、これみんなね、めちゃめちゃね、リム傷つけたんですよ、うん、なんで一回改良してリムを引っ込めたんですね、うん、その引っ込めたタイプがついてますね、これね。すごい、なんかもうセピア色になってる。そうなんですよ、ブレーキパッドとかも、うん、いっぱい止まってきましたみたいな。シートカバーが、ドランクシートカバーじゃ、ボディーカバーが、ドランク結構広いじゃん。ほら、本当だ、思ったより広い、うん、広い広い。なんかコンパクトだからもっと狭いのかと思ってました。必要セダンですね。いいじゃん、全然。これちなみにあれですね、はい、そこを開けて、開けてスキーの板を積むんだよ。え、あ、ちゃんとね、これオプションで、オプションかな、わかんないけど、スキーバッグがついてますね。本当です、うん、本当だ。そう、スキー、スノボーが積めるようになってる。そうなんだよ、流行ったんだ。流行った、ロマンスの神様流行ってたんだ。スキーバッグがついてんだけど、これ どうやって使ったらいいのかよくわかんない、よくわからないんでスルーします。はい、はい、余裕です。余裕、うん、全然余裕、広いよね。広いですね、広い、うん、ちっちゃい車の割には広いんで、予想外の広さでした、うん、いいじゃん、これもう全然いいじゃん、かわいい、いい感じ、深いし、はい、下、あ、タイヤ、スペアタイヤでしょ、スペアタイヤが、うん、お、そういう時代ですね、うん、そういう時代、ここに、そうそう、へえ、面白い、ちょっとしたコームとスペアタイヤをここに仕込んでた、そうそう、この時代。じゃあ乗りに行きましょう、うん、乗りに行こう。これちなみにこれもオプションですね、リアスポイラーね、リアスポイラー、うん、はい、かっこいい、うん、いいじゃん、わあ、はい、じゃあ乗りに行きましょう、うん、よし行こう。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 アルテッタ懐かしいぜ。アルテッタね、懐かしいですね、うん、懐かしい懐かしい、平成の香りがする、平成の香りね、うん、はい、アルテッタ RS200 ですね。売りは走りですもんね、走行性の、そう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 、210馬力ですね、 3S で、トルクがね216ニュート、まあ、22.0kg ぐらいですけど、なんかチタンバルブが入ってたりとか、うん、3S の当時の 3S の中ではね一番パワーが出てたみたいですね、210馬力って。いや 3S はいいエンジンだよ、うん、本当に、ちなみに6発はね 1G ですね、うんうん、1G というのは、あと一部 そのワゴンみたいなジータっていう車があったんですけど、うん、それをね 2JZ が乗ってましたね、2J か、うん、軽いな車、はい、いいエンジンだな 3S は、うん、軽快ですね、ほんと軽快、うん、懐かしさが蘇ってきますか。そうなんだよ、これで走ってたんですね、うん、調べよう、うんうん、1年だけだったけどな、あ、そうなんですね、S タイ、1.3 トンなんで、うん、まあ、今時の車に比べると軽いんですけど、うん、当時はね実はねちょっと重かったんですよね。そう、当時はね、その車体サイズの割にね、はい、そう、うん、なんだよ、86より300キロも重いじゃねえか。あ、小さいのにこいつと。いやでも軽いな、うん、やっぱ今の車ばっかり乗ってると今の基準で言えばね軽いですね、うん、ほんと軽い、うん、でマニュアルはねトルセン LSD が入ってます。うーん、あとサスはね前後ダブルウィッシュボーンとかね、うん、まあ意外に凝ってますね。そうだよね、
意外にって言っちゃあれですけど、まあレクサス走りは良かったよ本当に、うん、走りは本当良かった。この体にかかる G が心地いい、うん、いやビュンビュン曲がるんだから本当に、うん、すごい曲がりますよね。そうだ気持ちよかったよ、うん、すごい。なんかシートもそこまで包み込んでないから、うんうんうん、いい感じで体が濃いくらい最近こうなんか包まれてるもの多かったから あんまりこうブンブンできなかったんですけど、なんかもう聖子を思い出すな、そんな体が酔っちゃうといい感じにこうスーンって、うん、はい、あーって抱かれてくる。いやいいエンジンだなこれ、全然いいわ、うん。まあ、走りもね楽しむんだったら今のレベルでもね十分に通用しそうな感じですね。ほんと走りは軽快、うん、エンジンいいしさ、はい、うん、5速で上がってるからね今、トルクありますね。あるよ。なんかブレーキ性能がいいっていうのは、うん、軽いから、あ軽いから、うん、5速で老けてくもんね、うん、あだってわかるな、なんかこう軽さが、うん、多分この辺から上に一切重みがないの。なるほど、ああ、うん、なるほどね、わかりますか、はい、わかるわかる、下に重みあるけど、はい、上に重みがない、うん、なるほど、うん、いいエンジンだな、軽く回る、そのビッグパワーじゃないんだけど、うん、軽く回る、はい、エンジンだよ。それをすごいダイレクトに感じられやすいですね、うんうん、いいじゃんちょっと、うん、ねアルテッツァ、うん、まあ当時よりも今の方があの良さが際立つ感じですかね、うんうんうん、なんかいいですね、クラシックみたい。やっぱさ日本にええ、FR マニュアルがなくなってきたからこういうところに目が行くようになるんだよ。確かにそうですね。そう、うん、人はそうやっていいものをね、そう伝説化していきますからね、うん、そう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 、昔はだって FR マニュアルなんかうじゃうじゃあったもん、うんうん、進化していけばいくほど前のこれが良かったなってやっぱ、うんそうですね、思うことありますからね。そう、しかも思い出はどんどん美化されていくからね。そうなんですよ。また手に取りたくなっちゃうんですよね、うん、懐かしいって。もうさ、今の時代も選択肢がないから、あなんかレコードとかもそうですよね。あーレコードね、はい、今レコード好きって人って、うんうん、あのパチ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 言うのがいいんだよ。そうなんです、なんか いろいろ CD だの MD テープだのをやって、うん、やっぱりあれが欲しいってなってなるほど、人の心っていいですね。なんかそうだよな、車も同じだ、うん、いや懐かしいなアルテッツァ、乗ってたっていうとね、うん、本当にそういや僕も編集部勤務してた編集部にも一台あったんで、うん、ずっと結構親しみましたねこれは、うん、いいね。でも価格的にもねみんなこうまた乗りたいなって思ったら、うん、手に取りやすい、そう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 、うん、ゲットしやすい、うんうん、まあ、新車もねそこまで高い車ではなかったんで、新車200万円だった、200万円台だったと思います ね、 そうだよね。当時はだって S15 シルビアターボが250万ぐらいに買えた時代ですから、うんうん、安い、そう、もう今からしたら信じられないほど安かったですね、うん、いいねこの時代の車は軽い、まあ、これもね成瀬さんが鍛えたと思うんですけど多分違うかな、いやそうだと思うよ、そうだと思うんですね、うん、うんまあ、成瀬さんね、トヨタのテストドライバーの最高峰ですね、はい、当時、うん、おー結構だから、まあ、BMW 意識、3シリーズ意識してたんで、うん、ドイツとかニュリもバンバン走ってテストしてたはずですけどね、うん、これね、うん、もうちょっと見てくれんかっこよければな、あずんぐりむっくりしてんだよ。そうですね、それは否定しません、はい、
確かにそう、この子の売りは走りっていうのがこう、うん、一番に来すぎちゃったのかな、うん、そう、まあ、で余計なこと言いすぎたんだよ86の4ドアですみたいな、余計なこと言わなきゃよかったの、まあ、86も良すぎるからそれこう期待値が勝手に上がっちゃう、うん、そうそれそれ、そういうこと、86の名前なんか出しちゃうからいけないんだよ、来た来た来た、あれ、うん、思ったのと違うな、あ、そうそっか、いい車なんだけどな、86っていうと、ね、もっと軽くてそうそうそうっていう風なイメージしちゃうから、うんうん、この子はこの子でシンプルにそうそうそう、あれってザッとして押して、そうそうそう、そう、この子の良さはちゃんとあるから、そうですよね、うん、余計なこと言わなきゃよかった、うん、快適、うん、快適だよ、いや、いい車だよな、うん、格好だけだ な、ね、これなんか多分ね、これ天井が高いんですよ、うん、これをもうちょっと低くしたらもっと見た目がのプロポーションが良かったと思います、あ、伸びやかさがない、まあ天井を低くするとある程度伸びやかに見えてくると思うんです、うん、そうですね、シュッ シュッとね、うん、でそうピラーをもうちょっと寝かせて、うん、やればただね、当時やっぱパッケージング作りは真面目だったんでしょうね、セダンの、そうなんだよな、うん、周りにいい車がいっぱいあったんだよ、うん、FR のマニュアルは、このなんかシートベルトのこのカチャカチャにも歴史を感じてなんかエモいなって、今なんかおしゃれじゃないですかカチャカチャな、いいな、この時代の車は軽くて、うん、本当に頭がビュンビュン入る、うん、軽いしエンジンも良くて、うん、エンジンいいね、うん、このエンジン全然やれてない、やれてないさ、そうですね、うん、そう、うん、全然いいエンジンで、ちょっとね、どこまであのいじってるかね、レストアしてるかわかんないけど、うん、まあこの車もね、あのこの個体も新明工業っていうね、うん、ところであのレストアをしてる車両のようですね、はい、どの程度までいじってるかわからないですけど、うんうんうん、まあ、新明工業ってね、すごいあのトヨタのまあ関連する企業の一つで、新明工業、はい、エンジンめちゃいいわ、いや軽いよ車、うん、他にないならここに来い、車選び .com、 まあ久々のアルテッツァ楽しかったですね、懐かしいよ、うん、うん、これでだって本当レースやってたからさ、1年ぐらい S-Tiですもんね、うん、楽しかったもんだって、でこの個体はね、サスペンションのショックアブソーバーに社外品に変わってるみたいなんですけど、うん、まあそれでも十分ね、楽しみましたね、全然いいよ、全然いいっすね、うんうん、これ乗ってみろっつの本当に、あ、そうですよね、もう走りがねポイントなので、ぜひ乗っていただきたいなって、乗れるの、乗れる、そうなんですよ、実はですね、うん、トヨタカローラ静岡御殿場店にて、うん、なんと5月31日まで借りれます、いいじゃん、偉い、全部言えました、はい、いい一発で、あのこれも借りてきました、はい、あ、そう、そうです、借りたの、俺らが乗った車を借りられる、そうです、土屋さんが乗ったシートに乗れるんです、いいじゃん、いいじゃん、まあ、あのこうやってね、和ナンバーになってますトヨタナンバーの和ナンバーですから、ね、バラすんだよわざわざペッて取って、うん、皆さん乗ってもらいたいですね、5月末までね、はい、5月末までぜひぜひ、ね、はい、乗っていただきたいと思います、やっぱね、こういう時代の車は軽くていい、うん、まあ楽しい、楽しいです、あとね、うん、この 3S のエンジンを、うん、この時代にこんないいエンジンがあったんだっていうのをね、うん、乗ってもらいたいなと思います、乗らないとわからない魅力っていうのもね、そうそう、すごくありますからね、ぜひぜひ、はい、ということで、よかったらいいねを押してください、登録もお願いします、バイバイ、バイバイ、バイバイ。